鈴木社長が来てくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ファインモールズでは、船舶キットのアクセサリーは、はい、たくさん出してくださったんですが、はいはい、いよいよですね、はい、キットそのものを出してくださるんですね。はい、はい、ずいぶん前からアナウンスはしてるんですけれども、ようやく形になってきたというところでしょうかね。綾波、まあ、うちのですね、ホビーインサイダーっていうビデオで、はい、ちょっとこの間協力していただきまして、はい、ありがとうございました。はい、皆さんホビーリンクテレビを見ていただければ、ファインモールズのね、訪問メニューがあって、その中に鈴木社長が説明してくださるんですが、ちょっと他でやろうかなと思ったネタが実はあったりして、はい、バッティングしてたのでやっとこれに落ち着いたんですが、どうですか、綾波というネタはなんかすごい妥協しちゃったとかっていう感覚はあるんですか？いや、最初から特型駆逐艦っていうのは狙ってってましたね、このシリーズ。今まで日本の駆逐艦で言いますと、ユーグモ型とかね、カゲロウ型、イキカデであり、ユーグモであり、あと秋月っていうのがあったんですけど、はい、やっぱ日本で一番最初の、まあ、なんて言うんでしょうね、スーパーデストロイヤーっていうくくりは、この形が最初だったわけですよね。はい、で、やっぱりやるなら特型だよねっていうのはずっと前から考えてました。当時ではもう世界最強の駆逐艦ですよね。そう、出現当時、てか1928年、まあそうですね、だから、それまではこんだけ重武装な駆逐艦っていうのは存在しなかったですから、まあ、その海外からも当然すごい駆逐艦が出たっていう、やっぱエポックメイキングな船だったっていうことですよね。まあ、ファインモール社は今まで多ジャンルでいろんなキットを発売しているので、はい、そんなには苦戦していると思えないのですが、でも初めての船キットなので、はい、どうですか？やっぱりね、神経はだいぶ使いましたね。そうですか。船のファンっていうのは非常に詳しい方が多いので、で今までやはりいいキットもたくさん出てますので、私どもが、ね、初めて船を作る、じゃあ何ファインモールドどんな船作るんだよ、ってやはり皆さん思われないような、じゃあやっぱファインモールドが船を作ったらこうなるんだっていうものを作らねえいかんと思ってやっておりました。はい、時間かかりましたね、非常に。3年ぐらいかかりました。え、そんなにですか？あ、すごい。じゃあもういよいよ、なんか見てるとですね、本当にすごい精密なパーツがいっぱいあるんですが、やっぱりレーザー加工の機械が結構この辺活躍してないですか？もう使ってますね。はい、もう例えば、まあ、魚雷発射管一つ取ってもこの微細な彫刻、まあ、はい、こういうのでも全部その、目がもうあれだったんで、もう本当にすごいですね。うわあ、さすがです。もう例えばここはナノドレッドのシリーズっていう、はい、従来出てるやつのものですね。それを改めて、入れて作っていくという。いや、残念ながらこのカメラではちょっとここまでのね、ドーアップができません。それが残念なんですが、いや本当に素晴らしいディテールがここに再現されております。今までのやっぱり艦船モデルを、上を行くようなものを作ってみたかった。だからやっぱり本物が世界を驚愕させた駆逐艦であるっていう以上は、やっぱり船の模型としておおって言っていただけるようなキットを作らなきゃいけない。実物と同じぐらいのインパクトで、と、まあ、思いとしてはね、そういうふうな思いを持って作りました。ですから、まあ、この綾波っていうのはそういうふうな意味でその船を、まあ、チョイスしてたわけなんですけど、で一番、まあ、武勲艦っていうんですかね、これは、まあ、ガダルカナルを巡る戦いでね、第3次ソロモン海戦というところで、まあ、沈められちゃうんですけど、まあ、アメリカの軍艦も2隻仕留めてますから、そういう点ではなかなか武勲艦というストーリーが面白いですね。面白いですね。いやでも本当にここまでの、ね、プラスチック製のディテールにまたファインモールズの、ね、他のアクセサリーパーツと組み合わせれば本当に素晴らしい模型が出来上がりますよね。はい、まあ、ですからエッチングっていうのを最低限にしたんですね、別売りの。ですから従来のエッチングのパーツ、いわゆる弦外電路外側に張ってるものだけ、はい、ですからこういう風な普通のエッチングパーツですと、こういう細かい船の部品にエッチングパーツが使ってますよね。今回そのエッチングパーツは出してません、はい、ですからプラでエッチングのレベルまでいけるはずであるというもので作ってます。だからですからこのパーツ一個一個を見てもらえれば分かると思うんです。これなんか例えばウィンチのキャプスタンの周りにも全部彫刻が入ってますし、うわすごいですね本当に。それは手に取っていただければプラスチックでここまで細かくできると、例えば煙突のファンネルキャップはここまで細かくできる。すごい
すごい。これ後で動画撮ってみましょうね。いや本当に見事です。エッチングにあまり頼らずにプラスチックだけでどこまでできるかっていうのをやってみたかったですね。わかりました、うん、発売が待ち遠しいです。ありがとうございます。2010年12月発売です。